こちらが10年前、とある事情で女の子役をやらせていただきました、瀬名いつみです。あ、相手の女の子役、男じゃないですか。俺の目見て。あの日、またお前の瞳を見てキスした瞬間、胸がときめいて、お前のことが頭の中から離れないんだよ。キスさせてくれ。ああ、勘違いだと気づかせてくれ。男の人にそんなこと言われるのは初めてだし、せめて嫌わないでほしいんだ。付き合ってとか無理も言わない。俺男だよ。まさかそんな男の人のこと好きになるなんて。一条龍馬に会うのは今は控えておいた方が賢明かと。男が男の人を好きになるってどう思う？俺はお兄ちゃんなんかじゃねえよ。あなたの言うことに反対するつもりはありませんよ。何の試練でしょうか。